はい、どうも、京都ラジオでございます。はい、おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻はね、8時37分と、異常なぐらい早いですね。早いですね。僕からしたら。めっちゃ早いさ。なんと本日はですね、近畿圏内10万円で遊び尽くすの旅。イェイ。はい、じゃあ、こんな日が初めてですかね。はい。まあ、要はもうちょっとシンプルです。10万円を持って行って、京都明日ボートレースで遊び尽くして、はい、最後10万円をここにまた戻して帰ってくれるかという。うん。バーシンプルな遊びですね。だからこの10万円の中にはもちろん、まあ交通費とか食費とかもう全部込み込みです。宿泊費とかも込めてるんで、まあ要はまあそれでちゃんとまあサバイバル的なやつやろうかなと、はい、怖いよな。はい、お前これどうなるか分からんからな。はい、でもちろんこれは今からルール説明ちょっとしっかりしていこうかと思います。お願いします。はい、まあ、大体まず1会場で3万円は絶対使わないといけないと、うん、もうこれ絶対ですね。はい、でワンレースは5000円から、はいはい、でやっていこうか、やっていきます、はい、全部バーッと使って交通費とか全部使って最後10万円残りましたじゃなかった場合、はい、トリプルレッドカードです。トリプルレッドカード知ってるこれ？いや分かんないです。いやもうえぐいで、退場どころの騒ぎじゃないですね。トリプルレッドカード退場どころの騒ぎじゃないよ。そうですね、大阪に住んでる方やったらご存知だと思うんですけど、とにかく、ね、罰ゲームで使う風俗ってのがあるんですよ。罰ゲームで使う風俗。そう、はい、これあれカメラマンも一緒に行ってもらうからな。え、もちろんごめんやけど。お願いします。え、すみません。え、僕も含めて、え、じゃあ、僕が、うん、いや僕がっていうか全然当たらんかったら君も行く。え、ごめんやけど。おかしい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 。でもこれね、ほんまにエグいんよ。もうね、サイト見たことすぐなんですけど、162センチの110キロやばのクソデブの半分男みたいな、アルミホイルマンみたいな、そういうやつとホテル行きます。え、妖怪ですかそれ。妖怪やば、行くやろ。行くですね。これはまあ罰ゲームや今回の。やば、こうなったらほんまにもう正直やってられへん。やってられないですね。そんなやってられへんよ。はい、だからもうちょっとそれだけかなんかなんとかね、回避して罰ゲーム回避して頑張ろうと思います、はい、で日程的には今日がまず琵琶湖行って、で、琵琶湖行って、で、次に明日にも海女行って、その後夜住みの江戸、はい、一泊二日でやると思いますので、うん、ぜひ皆様よろしくお願いします。お願いします。罰ゲーム回避して、10万円で遊び続けましょう。ちょ、ほんま頼みますね。任せてください。お願いします。それでは行きましょう。ちょっと飲み物入れますわ。あとアイコス。そうっすね。足らんやろ。はい。行こうか。ここはもう、惜しまず行きましょう。水でいいの？はい、どうぞ。今回の企画さ、何がしんどいってさ、はいはい、カメラマンの分俺さん結構やりすぎてない？いや、そうっすよ。なはい、はい、220円。おっす。あと多分サオカに行こう。これでお願いします。はい、カメラで。ありがとうございます。無駄絶対削減できるぞ。はい、やってまいりました。こちら見てください。琵琶湖、満面の空とこの水平線、素晴らしい景色でございますね。はい、そういうことで、琵琶湖やってまいりました。ですね、まあ、本日は、琵琶湖来てますが、どうしたら勝ちやすいのか。はい。神々やけど。はい。まあ、それをちょっと説明しようと思います。お願いします。ですね、琵琶湖の競艇場なんですけども、特徴がありまして、もう基本的に、インがめちゃくちゃ強いです。はい。で、2020年ぐらいまでは1マークがちょっとこういう外側に振ってたんですけど、はい、もうそっから今ちょっともう内側に振っちゃってる分、はい、もうイン逃げ、はい、もうパーセンテージもう 57% ぐらいあるんですよね。半分。はい、ただやからといってじゃあインが全部勝つのかといったらそういうわけでもなく、はい、実は琵琶湖にはそのインが負ける傾向的なのが結構あるんですよね。はいはい、それが何かって言ったら、まず一つが2の差し切り問題、はい、まあ、この穴展開が一つで、もう一つは4の自在線、まくりであったり差しであったりまくり差しであったり、はい、ここはすごく決まりやすいと言われてます。なんでまあ穴を狙うのであれば、まあ、2の差しと4のまくり差し、まあ、ここは狙っていっていいんじゃないかなと思います。で、勝負レースなんですけど、多分これ見る限り本番との多分オッズの勝負になってくると思うんですよ。それではよろしくお願いします。はい、飯行く？行きましょう。いや、ええやん、これめっちゃ重そうやん。これてか水いるんじゃん。水いるっすね。ちょっとやばいやばい。また朝一からその飯と水と卵じゃないですかって。あと ETC。いただきます。いただきます。ちょっと乗せすぎ。ま、紅生姜。真っ赤っかっすね。なんか、おかしなった。うん。これ、はい、これ好きやん。好きですか？細麺やね。おう。で、寸胴屋足す焼きそばみたいな。寸胴屋足す、いや、寸胴屋の麺足してる。あー、なるほど。食べてみ？いいっすか？戻ったろ。おっす。
はい、ということで、まず初っ端一発目琵琶湖の4レースいきました、はい。今回狙ったのは、3の北川選手、まあ、明らかスタートエンジンが力足もいいですし、まあ、モーター的にもその悪くないと3回の起点で勝ったんですけども、やっぱ3の4号とか最初売れてるんですよ、うん、っていうのもあって、そのまま素直に行ったら結構厳しいオッズやったんで、ちょっとこうひねりました。で3が行って4の差じゃなくて5のまくりだし、その、5、3ラインを、まあ、本命ラインに、まあ、そのやついたんで5、3流し、これ沢選手ですね、5は、はい。ほんでもちろん3頭の時に、うわ俺買い見知ってないこれ、えもう事件や、え事件やらしてるわ、えっもう気に入ってるわこれ。いやてのも3頭の時に3、4号の1、4号とかつかないんですよ。ただ6の片岡選手が前節あの鈴木選手のモーターで伸び方で結構良かったんで、その6が締めてきた展開のこの3、1、4号、6、3、6、1、4号、ここに行ったんですよ。もうオールマンシュ、オールマンシュ、オールマンシュ狙って、ただその後に4号流し軽く言ってるんだなと思ったら、うん、3号流しってんのこれ3号6ダブルっすわ、何してんすか、いやほんまやらかしたこれ。でも最後はあのあれですね、3がぶっ飛ばしてた時にあの4号4差し出し、うん、これでいきます。それではいきましょう。ナイスナイスティーだおい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 、俺目悪いからよう見えへんねん大丈夫ですか、目悪いから買い見せたんですか。いや頭悪いから買い目ミスだ。もう全部赤いな。いや買い目ミスな。俺さ、その船券場であんま買えへんからさ、言い訳してんじゃんけど、ネットで買うやん。もう今の時代って主流はネットやん。もう女も投げていい。もうレース始まる前に。せめて終わってから。終わってからね。終わってからね。サンケ、頼む。よう見えへんな。いや二の字カバや。それはほんまにえぐい。それはマジでエグい。おお来た、36来てる。待って、326はない。何度かなって、さて、待て待て待て、ほんまやばいほんまやばい、ちょちょちょ、もう基礎いって36流しとけよ。じゃあちょ赤俺止め、どうなってるの、見悪いから、どうしようどうしよう、誰からどうなって何、うわ、いや、3人や、うわ、赤森モーターええねん、なんとかしてて、8人、片岡、うまい、片岡うまい、オッケー、来た、頼む、来た、じゃあ、3、4、6、浮かしてきてる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 、ちょれ、おう、なんかしたの、400円や、ちょっと頼む、ちょっと片岡、片岡、おいおいおい、片岡くん、片岡くん、片岡事件や、片岡事件、341は安いんやで、余裕の1や、いやー超えぐいわ、96倍で、いや34、いや36狙ってたんよな、36倍シェア、いやちょっと立ち直らないよ、次行きましょうか、行きましょう、お、何それ、うん、6メーター、6メーター、6メーターだわこれ、風速分かってる、あのね、今聞いたこの音、6メータープラスこのモーター音、音がいい、本当に音がいい、もうだからこれ今何が誰がいいか分かった、今分かった、はい、分かった分かった、君分かった、あ僕ちょっと分かんないです、ホームランコート4号艇もうね音が違う、そういい時の音っていうのはゴロンっていくんだけども、周りの人らはクーッ、ちょっと高いんですね、高い、あのソプラノボイスみたいな、そういう音もしれないから、これダメね、これちょっとあとちょっとごめんね、ちょ別に琵琶湖が悪いですよ、あー1、2、3、4、5、うん、だから超音波水が5なんで、超音波水浮力高いですね、今日浮力高いなんでこれ3強いっす、3が強い、もうこれはほんまにそう決まってる、やば
聞いた？聞きました。誰か良かった？音が全然違う。2号艇とかですかね。4、やっぱりで、1番線が走ってる。あれ6でした。あれ1番ケツ走った。あれあれ行けるか。はい、行けます。でそしたら、ビアゴのゴレス買っちゃいましたので行かせてもらおうと思います。でも今回、まあ、タテスコープ的に言うと今さっき言った通り、1が7で二の原でヒデが4から6、もうあともうこちら 3,4,5 が大体4から、まあ、3でギャラに関しては2とかそのレベルなんですけど、今回ちょっと面白いなと思ったのがこの市川健太5コースですね。というのも市が地元なんですよ、うん、でねスタートで見てもらったら分かるんですけど、まあ、この子軽く、まあ03のフライング行ってて、でこの横の伊能夏樹が06なんですよ。ただ明らかにする時に行き足はいいんですよ。今回も爆穴でこの5を中心に買いました。でまず本線はもう1号流しですね。で下にあるのが展開をつく6の浮上、でこれも1号2人が一番厚くは行ってますから、まくり切り展開5のまくり切り5の1の6の流しの厚め5の1、2の1、6多分どこ来ても多分10万ぐらいは絶対あるぞこれ。で最後に抑えで2連単で行きました。それは5が1って6の展開好き、これバーチクソでついてるんで、もう2連単200ずつ、これもうほんまに来たら18万とかそういうコースだと思うんで、やばだって見たけど、買ってるやつおらんかったもん。そんなん見てたんですか。買ってると何買ってるか、うん、見えんねん票数みたいな。買ってるやつおらんかな、多分僕だけ。だから今全世界、うん、もう世界見渡してもらって、日本じゃなくて世界、世界でこのアルバム買ってるの俺だけ。ワールドワイドに、ワールドワイドに達也デビューします。おだからそろそろ飾ってもらっていいんよな、ニューヨークシティのあのでっかいビジョンのところに、バモン京都の達也6125回みたいな。行きましょう。さらっと流してみます。それでは行きましょう。いやいけるかね。川健太、ケンちゃん下手くそやろな。下手くそなんすか。下手くそやで。ただでも今回は2歳叩けたらなんとかなる。2歳叩けたら頼む市川。よう見えへんね。お、伸びてるぞ。あ、よう絞った。伸びてこい。第一来た。一号や。多分一人はやめて。一号に入れるや。市川、市川頼む、マジ頼む。市川さばけ。市川さばけ。市川ワン。あかん、ヒデヤが、ヒデヤ来てる。モーター5、モーター5、台で回れ。頼む、いっちゃん125や。もう帰っていいえ。嘘です、次行きます。おい、ですね、秘宝なんですけど。何ですか。こっから入るレース、マジで2時間ないんですよ。でもさ、現状さ、使っても2万ぐらいやん。そうっすね。わりかしいけるもん、正直。わりかしなんかそのラウンドワン行く行かないよりもなんか意外といけるな、この機会。じゃあでも10万に戻して終わらなかったんやろ。はい、だから実質だから7、8万勝たなあかんわけだ。ああ、そうっすね。これちょっとゆっくりしますか。そうっすね。オッケー、じゃあちょっと行くでしょ。はい。ビアコンのキュレス、ここが入ります。タテヤスコブ的に言うと、もう正直1が4で2も4から5で3が5で4が6、7で5が5の6がだいたい6ぐらいの評価ですね。はい、でめっちゃ悩みました。で実際今回勝ったのはもうほぼインからです、うん、この長谷川岩尾のイン逃げが全然売れてないんですよ、うん、で正直スタート前日見た感じ、佐藤龍太郎の行き足はそんな強く見えてなくて、もちろん素直に行けば3の山地から4の佐藤からって行くと、これ3434の6とかもうバカ売れしてるんですよ、15倍とか、うん、46ラインももう20倍とかなんで、そこはいけない、はい、ってなってくるとあえてイン逃げから行きます。で買い目はめっちゃシンプルです。14流しの折り返しじゃですね、はい、で厚めのところが要は14イコール36、これ1000円追加で入れてるんで1500円です、ここ全部、はい、
ただ1個ある穴展開としたら4が締めるパターン、うん、4がまくっていって基本的に龍太郎はまあ無理しないんで、うん、まあ、まくり差しに行かれると思うんですけど、まくり差しに行かずに2と1が詰まっててまくりに行った時、はい、その時ケツに展開向くんで、もし仮にそこで岩尾がうまいこと張って逃げた時の156の256これ言ってます。はい、これバカつきます。これ300倍とか500倍とかエグいっすからの喧嘩した時にぶっ刺してくる5の富永のまぐれし、はい、ちょっといい飯食いましょう。せやな、いい飯といい宿。そうですね、最後はあんま勝負あげれないんで絶対、はい、何とか取りたいと思います。お願いします。お願いします。佐藤次第か。佐藤次第な、完全佐藤次第。ご飯かで山地次第でもある。山地がちゃんと1号いてて、佐藤も1号で岩尾も1号で尾形も1号全員横一線ってなったら横一線だった瞬間に一気に激ガトランプになる。お願いします。見られへんわ、だってほぼほぼ 60% 佐藤いくんよ。持たして持たしたけど、おかしいことになってる。おっと、635取ってないわ、無理や。631やったらまだ可能性あったけど、やばいっすね、これは厳しいっすね。これはきついっすね。次行きましょうか。これやばいよ、止めますよ、ほんま。いやこれ無理やって、これはこれきついわ僕じゃあ、うわっ、どうした、何今ときめいたの。 CC レモンか。はい、あっ、それではちょっと11レースやります。っていうのも12レースが1人やったら欠場で出てて、穴展開がやっぱ切りづらいんで外の。でまたここがラスト勝負かなと思いました。で理由としてはまず大前提、このインの村上龍人気背負ってるんですけど、スタート展示がまあ 6.85 と1人ダントツ出てないと、はい、でなんでかっていう理由探ってた時に、これ前節藤山翔太っていう選手が乗ってて、まあ、結構伸び寄りに仕上げたと思ったんですよね、はいはい、ってなってきた時に、これもともと村上選手で伸びの選手じゃないんですよ。出足とかで求める選手なんで、初日でまだ調整はしきれてないっていう見た時にスタート合うのかっていう。なるほど。でプラスこの琵琶湖の過去インコースから走った実績がほぼほぼないんですよ、はい、で平均を見ると大体コンマ25前後ってなった時に、この2の渡部選手、渡部か渡辺か知らんけど、これ別にモーター悪くないんですよずっと。ってなればこれ二の時代から見たいなと。でしかも追加要素で追い風も 5m 吹いてる考えれば、簡単にスリット優勢からプスさせてもおかしくない、うん、でないしはワンチャン直まくりにもおかしくないんじゃないかと思います。ということで海明の本戦は2の134流しと2の134、134集め、はい、これですね。この後もちろん2が行って3の展開ももちろん出ます。でその時は2が地釜行く、で1多分晴れると思うんですよ、うん、ってなった時後ろがぶっ刺してくる、3の4まで行きます。3の2、4の流しと3、こちら集め、これでいけるんじゃないかと思います。それでは行きましょう。正直多分4戦ぐらいかけたらこう乗り切れたと思うんだけど、はい、今日勝たへんかった、明日きついから行くしかないんだよ。村上遅れろ、起こして絶対おかしなるから。うわー見たか、渡辺ちょっと見せよ、させ刺したんちゃう、刺してる、刺さった、ブッシュ刺さった、刺さってる、マジ頼む、ガス頼む、ほんまに頼む、頼むよ。やばいやばい、頑張れ頑張れ頼む、頑張れ、ガス頼む、足はいつもいいね、直線は頼む、よっしゃ、どっちでもいい、じゃったらもう214、私が違うのよ。231やったらどうなんの次、これ231してる、えぐいぐいぐい、マジで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 ほんまに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 つかんだ、頼む、腹だ、きたマジで、たぶんだ、たぶん落ちなかったらマジで
さあ頼む、原田頼むぞ、ここは。ちょ、原田頼むで。3人はちょっと話変わってくるよ、いろいろ。ちょっと3人やめろ。3人でもいいけど。ええ3人3人やってくれ、3人狙い、原田無理か、どうだ、3人やったら行く、どっち、うわ、兄さんや、原田、原田。でちなみに3人1やったら600円入ってる、日産1は600円、どっちも600円。おう、こっちだ、どうぞ。はい、こっち大丈夫。え、それで600円、600円、8万8万、セーフー、大卒戦決まった、やべえ、協定の達也、エグイちょ、天才だ、この人、どうぞついてきます、一生ついてきます、これも決まったで。え、なんで、まあ、穴を狙うのであれば、まあ、2の差しと4のまぐり足。それでは、換金したいと思います。上出来じゃないですか、770% 回収、7万7000回収、はい、エグイ。でもだいぶ気持ち楽よ。そうっすね。波でやこれ。なんか見て、検討違いみたいなので。え、検討違いないとおりやん。ボケなすですね。はい、お疲れ様でした。よかったっすね。よかったっすね。とりあえずあの琵琶湖の方なんですけど、まあ、趣味順位です。勝負できないんですよ、この風。ちょっと風止んでるから行きたいとこあんねんけど。どうやろ、ボケなす風速全然吹いてへんわってなったら竹田。いやでもな、気持ちよく終わるか、今日は。だって明日もあるしな。そうですね。そうやろ。とりあえず一旦まず、本日敵地は4分の1か。はい。で最後になんとか満州130倍当てれて7万8000、8万弱回収できました。あざした。とりあえずホテルの方を取って、でもう尼崎近辺の方に行きたいと思います。明日にも備えて本日はお疲れ様でした。そうです。おきとんちゃんこれ初めミスったくっそ。もう頼むぞ岡部。出た、上がってもんね。